さあ、5月に神戸で世界パラ陸上が開催される予定なんですけれども、佐藤選手、東京パラリンピック2つの金メダルを持っております。この大会の意気込み聞いてもいいですか？はい、はい。今回の、神戸世界パラ陸上大会では、パリパラリンピックの前哨戦となる大会と、位置づけて認識しておりますので、そこに向けて、弾みをつけられるように日本選手団一丸となって、金メダルであったり自己記録の、更新といったものを目指して、一人でも多くパリに向けて、いい弾みをつけていけるような、大会通過点として、利用していきたいと感じております。佐藤選手の目標というのはズバリ？私自身 100m、400m に出場して、金メダルを獲得して、自身の記録を、少しでも本当に更新できるように、していきたいなと思ってます。うわ、楽しみです。見逃せないですね。世界最高峰のレースですから、もういろんな選手がここに集まって、もしかしたら世界記録が出るかもしれないですよね。そうですね、はい。うわ、生でぜひ皆さん観戦しましょう。応援しましょう。お待ちしてます。待ってます。